こんにちは、あやささん、メッセージありがとうございますというよりも動画のアップロードか。あのあやささんね、あの2週間で生活保護っていうものをテーマに発信してきて、やっぱりこういう風な成果が出てきたっていうのは、なんかいろいろと学ぶ点があるなと思います。まあ、一つは今数値的にはチャンネル登録者数が200人を超えていっているところと、1本あたりの動画の再生回数もやっぱ伸びてますよね。で、生活保護で検索する人っていうのはこれからもどんどん増えてくると思うので、これロングテールって言って、あやささんの動画っていうのは来年も再来年もその次もどんどん再生されるんですよ。そういう意味では資産化してるんではないかなと思います。あとはですね、これをサジェストに上がるようにたくさん動画を生活保護っていうキーワードで一点集中で繰り返していくだけだと思います。それはあやささんがね、生活保護を受けて感じたこととか、生活保護を受ける前に思っていたこととか、生活保護を抜けた後に自分がどう思うかってこと、いろんなネタが拾えると思うんですよ。それからね、コメント欄に書いてあるいろんなね、ご指摘とか、あと意地悪なコメントもあると思いますけど、それに対しても感想を言うこととかとかね、思考が変わってきたこととかも動画の発信のネタになるわけなんですよ。でやっぱりね、人っていうのは、自分の方がものを知ってるよとか、こういうことなんだよって偉そうに語りたいもんなんですよ。で、そういう方がコメントに書いてくださるんで、いわゆるですね、あやさちゃんを発信するだけでいろんなことをね、教えてくれる人が集まってくるってことなんですよね。善意で教えてくれる人、それから揚げ足取りとかね、重箱の隅をつくように、あやさちゃんを攻撃することによって何がしかのね、快楽を得るんでしょうね。でもそういう方に対しても教えてくれてありがとうってことなんですよね。だからね、情報発信者って一番情報が集まってくるんですよ。だから得ですよね。やっぱこれからもどんどん生活保護に対して、もしくは生活保護以外のこともこれからも発信するかもしれませんけども、伝える力をね、フルに使っていただきたいと思います。これからもね、私もしっかりと応援させてもらいます。それではあやさちゃんの動画をご覧になりたい方はこの動画説明欄からね、クリックして進んでみてください。2週間でこの成果はね、やっぱりすごいなと思いますし、2週間でも、一点集中して1個のテーマについて語り続けること、いろんな側面で語り続けることによって、あやさちゃんっていう人のね、人柄が出てきたりするわけなんですよね。やっぱり人気